はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。セブンスリバースやっていきたいと思います。さてですね、今回はトレジャーハントマあるんですが、一番下のスクイージー降臨、こちらで戦っていきたいと思います。ただですね、その前にアサルト、これがですね非常に重要な局面にいまして、この虹のプテオ、これが出てきます。これを倒しに行きたいと思います。と一発で倒しました。おっと、ドラマがありますね。おっと、なんであなたが、え、ブサイク。なんと、嘘だろ。またブサイク。おい、やばいな。生きてた。まさかの。まさかの展開。さあ、いろいろゲットしました。いいですね。さてと、スクイージー降臨をこのやりたいと思います。では目を見つめ続けて言うと正気を失っちゃうということで、ちょっと気に合う材料ですね。なかなか強いですね、ジンジャーさん。倒しました。16秒で倒しました。
おっと、なんか加えないといけなかったのか。お、ここにもいろんなものをゲットできますね。確実に取っておきたい。おー、なんか雪桜っていう感じですね。スクイージーがいるのか。これだ。行ってみましょう。さて、どうでしょう。お、さすがに一発では倒せなかったか。はい、これで倒しました。でも、すっかり暖かくなりましたね。このイベントも桜があるんですけど、おっと、ダンサーっていうのがあるぞ。ダンサーっていうのを加えないとクリア時にならないようです。そこで誰があれなのかな。神社は入れたらダメなんで、リタを加えましょう。ダンサーってあるんだ。さあ、田中さんを加えてみましょう。これでどうだろう。しかし、このゲームはイベントがたくさんありますね。素晴らしい。はい、倒しました。
お、ダンサーレベルアップです。さて、今度はプリーストですが、プリーストはすでにいますので、このまま行ってみましょう。まあ、軽く倒しました。さあ神社、さすが一発ですね。なんと自分にダメージがあります。倒しました。ダンサーレベル3です。さて、ルート4まで行きました。またダンサーですね。このままのメンバーで行きたいと思います。です。軽く倒しますね。さあボスです。今魔法が使えない状態になってます。これはきつい。あー、リセットされちゃってますね。これ倒しました。ダンサーまたレベルアップです。さあ最後ルート5です。多分このラスボスは相当強いと思いますね。で、プリーストとダンサー両方加えてクリア、かつコンティニューなしでクリアが要求されます。はい、まず簡単にクリアです。
おっ、倒しきれなかった。しかし、さすがダンサー、やります。さあ、いよいよラスボスです。やっぱりなかなか強いですね。簡単にはいかない。アタックしちゃってますね。これが怖い。あー、結局コンティニューしちゃいましたよ。防御したんですが、防御は効かないみたいですね。ジンジャーがやられるというか、辛いですね。ジンジャーと自分がやられると辛い。相手に攻撃されて、自分の仲間に攻撃されちゃいますからね。結構。神社簡単に引っかかりますね。あともうちょっとです。倒しました。ようやくとっていう感じですね。相当苦戦させられた。コンティニューなしはならずですからね。アサルトエピローグダンジョンが加わってますね。その前にデイリーダンジョン、これ行ってみましょう。
4万はすごい。さあ、村に戻りましょう。というわけですね、トレジャーハントにさらにアサルトエピローグまで、加わってまいりました。まだまだイベント盛りだくさんですね。まあ、春休みということもあるんでしょうか。イベントに飽きないセブスリバースとなっております。というわけで、そうだ、もう一つ忘れてた。もう一回。ああ、そっか、アサルト終わったんだ。だから、あれなんですよね。エピローグになってたのか。なんだこの、世界中の。結構ダメージが。あっさりですね。はい、というわけでセブスリバース、やっていきました、また次回以降ですね、イベントを順次こなしたいと思います。はい、というわけで、いつも通り、チャンネル登録、長い道のりになりますが1000人目指しております。見ていただいた方へ、まだチャンネル登録されていらっしゃらない方、よろしければ登録してください。
またですね、ブログ、ツイッターをやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。最後を20秒に流します関連動画、関連プレイリストの方も、よろしければご覧ください。ご視聴ありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。